電話電話の歴史電話の歴史は19世紀に始まったと考えられている。日本語では電話と呼んでいるが、英語圏ではテレフォンテレフォンと言い,いで、つまり音声での通信という意味で、離れた場所にいる人と音声で会話をするための仕組みであり、それ以前に文字を伝える通信が先行して実現していたので、それと対比させて音声でという特徴を際立たせて呼ぶ概念であった。 実は、音声通信ということに焦点を当てると、電気的な方式が実現する前に、物理的な手法を組み合わせて、遠隔の音声通信を試みていた時代があったのだが、後に開発された、電気式の音声通信の方がより一層便利だったので、そちらの方が爆発的に普及し、それの影に入ってしまったという経緯がある。電気的な音声通信というは、 一人の人によって発明実現されたわけではなく19世紀にヨーロッパやアメリカの多くの発明家による複数の実験や試行錯誤の結果生み出されたものである。そもそも最初に電気的に遠隔通話ア,アイデアを論じたのはイタリアのマゼッチであり1844年のことであったが19世紀中頃から19世紀末にかけてかなりの人数の人々が 同時並行的に、同線で電気的に声を伝送するという実験を行い、異なる方式の特許が、それぞれの国で申請され、やがて、米国などの方式が広まり、これが後になって、日本に紹介されて、日本では、電話話と電気の方が強調されたような故障が定着したわけで、ある。電話の歴史を語る場合、 それ以前に実現していた非電気的な音声通信や電気を用いるが音声ではできなかった通信について触れる。19世紀半ばの発明家たちはそうした音声通信やそうした電気通信がすでにあることは踏まえた上でそれらの限界を乗り越えるような電気的な音声通信の仕組みの開発を行っていった。音声通信には一つには管を用いて 物理的に音声通信を実現する電声管があった。フランシス・ベーコンが1627年観光の著書ニューアトランティスで提案したことが知られている。1782年にはフランスのドム・ゴテが行政などの分野で電声管を使うことを科学アカデミーで提案した。これはベンジャミン・フランクリンにも支持されパノプティコンに導入され、その後、 軍事利用などにも広がっていった。19世紀、20世紀では広く用いられ、現在でも船舶内での音声通信ではしばしば使われている。糸電話は、もともとは使うのは糸とは限らずワイヤーを用いたものもあり、かつては大真面目に音声通信の手段として実験、検討されていた時代があり。 例えば、ロバート・フックによって1664から1685年に実験が行われ、ワイヤーを用いた方法も行われていた。19世紀後半には、この原理を用いた装置が大人が使用するまともな製品として販売されていた。電信は1800年代の初め頃から多くの人々による様々な試みがあり、米国では、 サミュエル・モールスが装置の開発を行い彼の助手のアルフレッド・ベールがアルファベットを表すモールス符号の考案に貢献し、この二人の電信技術がその後の電信の発展に大きな役割を果たしていくことになった。1838年にはモールスが米国のフランクリン協会でデモンストレーションを行い、1843年にはアメリカ議会が ワシントン DC とボルチモア間の電信線の付設のために3万ドルの予算を計上し、1844年5月1日までにワシントン DC からアナポリスまで開通し、1844年5月24日には全線が開通。実際に通信に活用されるようになり、二人の電信システムはその後20年で速やかに米国に広まっていった。 上日のように19世紀半ばに電信が実用化、急激に普及し、世の中の通信方法に一種の革命が進行していく時代に電話の発明が行われていくことになった。なお英語圏では、ことさら米国のベルの成果だけを強調し、他の国の成果を意図的に無視した時代が長かったが、実際にはイタリア人による発明の方が先行した。 電話の初期の歴史に関与した人は多いが、その中でも、現在よく知られているのは、アントニオ・メウッチ、イライシャグレー、アレクサンダー・グラハム・ベル、トーマス・エジソンである。発明の先発、後発という点では、イタリアの方が先であったが、米国のベルの電話機の特許から派生させる形で、様々な機器や機能に関する特許が成立してゆき、こちらの方がその後の電話技術に、 大きな影響を与えた。電話による男女の会話風景。ありがとうございます。